まあ、不運だったのは湘南からすると中でトレーニングをしているので相手が自分たちをはめてこようとしている状況じゃないでしょうか。川崎はもう1点取ればかなり有利になります。菅井が抜けてきたがここはボールをキープできません。奪い返そうという必死のスライディングですがここはガーズキーが取りました。と2人この2人のマッチアップ面白いですよね。そうですね。今度は逆に上り里が上がっていって右サイドに振りました。作り直します。鎌田ドリブルで仕掛けました。ここを失ってはいけないですよね。アタッキングサードまで行ったところ、はい、これはですがその分守屋がしっかりと下がっています。そして上り里がファン速攻から奪ってレナともう一度上り里レアンドロ・ドミンゲスを見ていた。レアンドロ・ドミンゲス手を挙げたクレオに合わせてきた後ろだ低いシュート。菅野は、まあ、パトリックもちょっとプレッシャーをかけに来ましたが長いボールを蹴ります。工藤が残してまたここでキープ。上り里稲本、立て続けに3点を入れましたこの後半が。ここもサガン鳥栖がボールを奪って水沼へのボールこれがつながる。水沼左へ通してディフェンス、ディフェンスがここはなんとかカットしました。伊沢、水野、ここに来てなお前線で、この辺り攻撃の目をつむところさすがです。もともとはストライカーですので出るときは思い切って出る島村ですがここは守っていった。その島村がもう一度左利きが左の外に行くところここだけはやらせないというふうに語っている小林です。レナトとの守備に対しての今日重きを置いているゲームです。そんな局面前に早めにボールを動かして、はい、シュート地区を作らせないという、はい、そっちだと思うんですよ、考え方としてはね、まあ、そこにはやっぱり3人がかりでセレッソの選手が一気に戻って今度はチャンスになるか。今度は上り里が戻り待ち回りますが、まあ、内転筋を痛めて何試合か出ることができませんでしたレナト。後半のみという出場ということでしょうがまずはその結果が大迫といったあたりも東アジアカップの日本代表、まあ、メディアからは名前が挙がっている選手たちです。ダビが強引にかわしていった。ただ上り里粘りました。いいですよ。コンパクトなディフェンス、はい、そしてここは上り里はフリーキック。逆サイド徳永収めた。上り里がつきます。まあここは上り里がよくしのぎました。上がればあの辺は戸田さんと三角藤田、やっぱり最後はねこう1対1で仕掛けていかないとなかなか状況変わってこないから、はい、2トップストロングポイントをチーム全体で生かしていこうっていうのが出てますからね、はい、そうですよね。これ玉野さんおっしゃるように最初の見どころの攻め込んでいくっていうのが両チームにありそうですね。そうなんですよね、レオという福田さんからのお話もありましたがどこかで中央にボールを入れていきたい、ね、ここだそういうこと、ね、ワンタッチで後ろすらしてなんとかボールをキープしますがあれが何回か出てくるとですね今度サイドの攻撃が有効に実はなってくるんですね。このあくまでもこう中守備意識という声をかけていたという風間監督。ここは上り里と塩谷からもう一度ミキッチ競争になるがボールは残っている。佐藤の後ろに若い18歳の29番浅野がいます。その浅野が今ボールを追っていく。加藤さんそして川崎フロンターレもディフェンダー10人との交代ということになります。まだ交代は行われていません。その稲本が追っていってそこは得点ランキングトップです。川崎のエース大久保です。いいですね。ここも奪い取ります。しかし奪い名古屋奪い返します。今ので藤沢が持った時に谷口がちょっと前に出ると大久保下がるんで、はいはい、そしたら近藤が開くんですよ、はい、でこの、はい、でした。右にタマルキーニョス吉田豊竹内さあこのバス通るか山越吉田平岡これ入れ違いました。上り里と林優です。粘ってフロンターレボール。ルソン中に入ってそしてここは菅井が上がっていく。1対1仕掛ける靴下ウィルソンへ上り里のチェックが早い。
そして関口仕掛ける、まだキープして、ここは上り坂です。後ろにレアンドロ・ドミンゲス、新9番です工藤。その工藤がキープ、後ろからボールを引き取って、キムチャンスは1回下げます。ここにバラダ、スイッチしてバラダが出てきました。ドミンゲス上がった、キムチャンスを使う、この人も新加入、中に入ってきた、キムチャンス。不運だったのは湘南からすると、不運だったのは湘南からすると不運。